だからこれはまあ本当にそこで心配になるのはやっぱその秋篠あの悠仁さまの、まあ、帝王教育ですよね、はい、これも早くやんないとさ、そうですね、その昭和天皇にはさ、はい、杉浦十五ってさ、はい、後に日本学園を作ったね、はい、まあ思想家っていうか明治の、はい、思想家ですよ、はい、がついてた、はい、それからその今の上皇にはね、はい、小泉進次郎さんね、はい、ついた、はい、だ今の天皇は何ですかね、浜尾実さんですかね、うん、東宮理事をやってたね、はい、だからそういうちゃんとした人をちゃんとそのつけておかないと、はい、やっぱりその半藤一利に歴史の話聞いてるようじゃダメなんだよ。あれはもう、うん、東京裁判士官そのものですからね、うん、そうだね、はい、だからそれはさ、やっぱり本当にじゃあ誰だって言ったら全然不勉強で思い至らないですけど、うん、浮かばないんですけど、私なんかはそれはちゃんとした人がちゃんと考えていただいて、うん、はい、誰かしっかりしたね、そうですね、平川助博でもいいよね、はい、羽賀徹さん死んじゃったけど、だから誰かそういう平川さんがいいんじゃないですか、そういう人をちゃんとつけて、はい、そうです、日本の国の歴史ね、はい、国国体 ね、 そ う、 ですね、そういうことをきちんとね、はい、それはちっちゃい頃から教えないとダメですよ、本当そうです、うん、そこの方が一番心配だよね、はい、それはだからその和田君のように、はい、今その秋篠宮批判をするのはたやすいけれど、はい、秋篠宮家を守れと、そうです、いう声をもっと起こせと、いや本当そうです、うん、そうなんだよ、はい、文春はまあそれに関しては小室圭さん前史って言ってさ、はい、前史今までの振り返りですよね、はい、何回もやってますけどね、これね、もう何回もやってます、はい、みんな知ってるよ話で、はい、ほとんどな、元婚約者の話とかお金の問題とかね、なんだよ、はい、隠し撮りとかね、うん、はい、今いろいろ振り返ってますけど、一つだけあれしたいと思うのはその小室さんが帰国の13年8月に、はい、その例の母ちゃんの相手のですね、はい、X 氏が借金返済を求めた時に、はい、小室さんは佳代さんと共に X 氏宅を訪れたと、はい、これはもうこれももちろん今まで書かれた話ですよ、はい、だからちょっと振り返るとね、うん、そして佳代さんに助け船を出すように話に割って入り、うん、X 氏に小室さんがですねこう告げたと、はい、あ、すいません、佳代というか贈与を受けていると認識しておりますので、うん、と、はい、これ相当な玉だなと、そうですね、うん、本当にそうです。だって自分のさ、はい、学費出してもらったんでしょ、はい、どう受けてると認識しておりますのでって言ってさ、はい、だからここでもう非常に心配なのは、要するにその小室さんはさ、はい、母親に、はい、その反抗してたことがないわけですよ、あ、はいはいはい、これまで、そうですね、ね、はい、要するにそれこそ一卵性ソーセージみたいなあれなんですよそうですね、はっきり言って、はい、普通反抗したいとかなるのもあるし、これについてはおかんが悪いよというところは言うべきだと思うんですよ、うん、母親に反抗したっていう記事は今まで一回もないんだよ、ないですね、そうすると、うん、それはさ、うん、なんだろう、いざっていう時に、はい、じゃあ眞子さんとね、はいはいはい、なんかそのトラブルになった時に、はい、小室は母親につきますよ、うん、はい、はっきり言って、そうですね、嫁仕事でも揉めることは、うん、ありますの彼でもたくさんあるから、はい、ここでもないとは言えないんだよ、はい、あるでしょ多分、うん、その時に必ず母親についちゃうんでしょ、はい、だからこれはね本当に眞子さんは大変なんだ、そういうこと知らないからね、ハッピーライフを夢見てるかもしれないけど、まあ、ね、なかなか大変ですよ、倫理観のズレはね、うん、本当に問題ですよね、そうなんだよな、一般国民の中でも相当低い方ですよね、うん、どうもね小室親子のその3年前に言ったら森洋平さんっていう成城大学の先生が、この人はどっちかというと小室さんについてる方なんだけど、うん、借金糾弾会見は必要ですかと、会見やればですね、はい、結局そういう借金の話とかですね出てくるけど、はい、そんなの必要なのかということを言ってますけどね、うんうん、私は眞子さまが結婚相手について国民に説明する義務はないと考える、あんじゃないのこれは、文春法は中途半端な伝聞情報である、経歴書の内容が提出先から漏れることはないから友人などが聞きかじった話としか思えないと書いてる、はい、で文春がスクープした、はい、
弁護士事務所に就職するときに出した契約書ね、はい、そうですね、はい、文春がそんなことを逆にそのいい加減なことをするわけないから、文春は向こうの事務所から聞いてますよ、うん、あるいは見せられてますよ、はい、コピーはもらってないかもしれない、はい、大問題になりますから、ね、下手したらコピーでももらってますよ、はい、これ嘘だったら、そう、そもそもだからこんなことをね、この人は経歴見ると元毎日新聞の皇室担当記者でね、琉球新報ワシントン駐在を経て星稜大学教授になってるんだけど、琉球新報ってところがあれですね、仮に週刊誌の報じたことが全て本当だとしても、小室さんがどんな人物だろうとも眞子さまが選んだ人である、それを糾弾し問いただす権利は国民にもマスメディアにもないと、いや、ここまで言ってるんですけどね、そんなことはないでしょう、うん、そうですね、国民は心配してんだよ、うん、はい、そう、別に糾弾して小室さんは糾弾してるよ、眞子さんは糾弾してるわけじゃないんだよ、秋篠宮家を糾弾するのは良くないと思いますけど、小室にもっとしっかりしろっていうか、はい、ちゃんと説明しろとこう言ってるだけですからね、はい、小室家ですよ、うん、小室を批判、はい、してるわけですからね、ふさわしくないっていう、うん、今の状態、おかしな記事なんだ、はい、明るい話ではあれはどうですかね、はい、桜井君と相葉の結婚入籍、はい、まあ明るい話というか明るくない、すごいですよね、もうまあ、解散するのはこれを見越して解散するっていうことだったわけでしょうから、うん、嵐がね、うん、でまあもう40近いんだから結婚していいんだけど、いやいやいや、だってねだから、まあ、事務所に遠慮してね結婚しなかったんでしょうけど、桜井君だって39ですよ、そうですね、うん、結婚してまあ前々からの大学時代からの付き合いのあった同級生なんだよな、ミス慶応に選ばれたこともある最初県民、地方のテレビ局に就職して、いた女性で長い付き合いなんですけど、その間桜井君はちょこちょこ浮気もしてたらしいんですけど、はい、まあでも良かったじゃないですか、そうですね、うん、あんまり騒がれませんね、なんかこう、まあ、ジャニーズ事務所のやり方がうまいのか、うまいんでしょうね、うん、谷間に入れたじゃないですか、うん、総裁選の ね、なるほど、こうやってる時に、そうか、はい、まあ、忙しい時になるほど、そこまで考えてうまいなっていう、うん、しかも同時でしょ2人、そうそう、もう相葉君は10年前に交際始めるって、はい、もうオークションで10年前から同棲生活をしてた、シーコさんって相手もとてもいい人らしいですけどね、うんうん、まあ一般人ですからね、そうですね、うん、はい、まあそう、少子だけが知る嵐桜井と相葉ダブル入籍って言うんだけど、まあそんなに少子だけが知るような感じじゃないことは書いていませんでした、はい、まあこういうね、所得が多い人で本当は結婚したいけど事務所の都合で結婚しなかったっていうのはやっぱもったいないんで、うん、やっぱ早くもう結婚してもったいないって何がもったいないの、いや、やっぱさっさと子供作って、あのどんどんその子供増やして明るい話題にしてほしいなと思うんですけど、やっぱ事務所に遠慮して長く引っ張ってしまうと、やっぱちょっと少子化の方にやっぱどうしてもなるんで、まあ僕は早くバーンと若い時に稼いでね、お金も持ってる人だから、どんどん子供も作ってなんか行ってほしいなというふうに思いますけど、はい、こういう人はね、なんかそう、ね、そう、40歳でアイドルってちょっとまずいっすよね、まあまあそうだよねそうそうそうっていうのもあるから、だいたい昔は20代がアイドルだったんですよ、うん、25とかぐらいが、うん、までがね、だんだんね、うん、その下がってきたからね、そう、30代のアイドルとか35のアイドルとか、これおかしいと思うんですよ、だからもう線引いてもう30以降はアイドルって禁止っていう風にしないと、ちょっとこの国民みんながちょっとその何、高齢化っていうかね、やっぱウィザンが遅くなるのは良くないと思うんですよ、でやっぱ早く結婚した方がいいっていうふうには思うんで、うん、そこは現実としてね、まあ、まあ結婚早く来た方がいいですよ、20代でだから本当はそうアイドルっていうのは30までにしましょうよっていうのしないと、やっぱ日本人も、まあ、世界的にそうかもしれないですけど、うん、まあまあ、日本人ちょっと子供っぽいなっていう感じがやっぱ出ちゃうと思うんですよね、うんうん、ね、そうだね、はい、うん、それはそうだね、はい、それはちょっと、はい、うん、だからみんなが期待して、うん、で僕の周りにもいるんですよ、うん、僕と同い年ですよ、うん、だけどジャニーズの
あれ持ってるうちは木村くんとか言ってんですよ、うん、いややめろよとそんなのでもガチでいるんですよ、うん、でそう親子でジャニオタとか全然いますからね、うん、ちょっとやめろと、うん、はい、そうね、そうです、はい、まあだからみんな才能のあるあの若者たちだから、はい、役者になったりそう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 、あのやってますからね、はい、そういう風になればいいわけですよね。そうですね、アイドルはすぐ辞めて、うんうん、早めにいろんなねバラエティの司会とか、うん、いろんなところを分散してもらった方が、うん、本当はいいんじゃないかなっていうふうに、ね、二宮とかね、はい、木村さんもそうだけど、はい、いい役者としてもね、そう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 、一人前ですからね。いや本当そうですよ、うん、はい、だからいいですよね、はい、まあ、おめでとうというしかないですね。メリーさんが亡くなって残念ですけど、うん、まあ、しょうがないね、はい。